なぜ薬は食後に飲む？薬は必要な時に適宜飲むべきものです。ところが、人も私も食後に飲むことが多いです。薬が食後に飲むことが多い理由について考えてみました。まず、食後は胃には食べ物が入っているため、薬の刺激が直接胃壁に当たりにくくなり、胃痛や吐き気などの副作用を抑えることができます。他の理由に関して、薬の中には食べ物と一緒に摂取することで吸収が促進されるものがあります。これは食べ物と一緒に胃腸内に入ると薬の成分がより効率的に溶け出すためです。また、食事は習慣化されているため、食後に薬を飲むというルールを設けることで服用を忘れにくくなります。ただし、薬によっては食前に飲む方が効果的なものもあります。例えば、胃腸薬の中には、食前に服用することで胃酸の分泌を促し消化を促進するものがあります。このように、薬を食後に飲む理由は様々ですが、いずれにしても薬の効果を最大限に引き出すためです。薬を服用する際には、必ず医師や薬剤師の指示に従って正しいタイミングで服用するようにしましょう。服用といっても服用器のことではありません。そんなものを飲んだら飛んでしまいそうです。